どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、こちらのアメックスゴールドプリファードありますよね。えー、先日から発行開始になって、今、決済仕様でされている方、非常に多いと思うんですけども、本日はですね、こちらのアメックスのクレジットカードを使ってですね、まあ、アメックスじゃなくてもいいんですけども、こちらね、今、セブンイレブンで e ギフトの購入していただくと、 5%還元キャンペーンがやっておりますので、本日はね、こちらの解説を実演でね、やっていきたいなと思います。ということで、アメックスの決済資料ね、している方は非常に多いと思うんですけども、今回のこの e ギフトのキャンペーンっていうのは、1万円の e ビザギフトを購入していただくと、 500円ね後でもらえるっていうキャンペーンなんですよねですので1万円購入していただけば1500万500円になるよっていうね非常にお得なキャンペーンなんですよねでまたですねこちらはセブンイレブンでい、e、いビザギフトを購入していただくっていう風になりますのでこちらねポサカードを購入していただくわけなんですよねということですので こちらね、7個で支払えれてしまうっていう風になりますんで、iPhone を利用されている方は、Amex からですね、aupay Prepaid にチャージしていただいて、そこから7個にチャージしていただければですね、こちらの e ビザギフト i f t 1万円購入することができるっていう風になりますので、Amex からね、aupay Prepaid のチャージっていうのは0.5%還元ね、ちょっと下がってはしまうんですけども、 1>, 1万円購入していただいてればね、500円後でもらえるっていう風になりますんで、このね、もらった500円っていうのも、スイカとかね、ネット決済でね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらはね、かなりいいキャンペーンではないのかな、なんていう風に思いますので、アメックスの還元はちょっと減ってしまうんですけども、5%還元取りたいっていう方は、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、こちらはね、公式サイトになっておりまして、スマプリ、スマホプリペイドでキャンペーン実施中ということで、えー、こちらね、e ビザギフトっていうのをセブンイレブンで購入していただくと、えー、1万円以上のね、購入が対象で、500円がね、1回の購入につき、もらえるって言ったがちになるんですよね。ですので、1万円購入していただいても500円。えー、こちら、えっ、ー、とね、10万円まで購入できるんですけども、10万円購入しても、えー、500円っていうふうになりますんで、 1>, 1万円購入していただくと5%還元で利用することができるっていうね、非常にお得なキャンペーンになっております。で、購入期間が5月の1日から5月の30日、登録期間が6月の1日までっていった形になります。で、こちらのキャンペーンなんですけども、e ビザギフトということで、こちらポサカードなんですけども、物理ではなくてネットの e ビザギフトっていうふうになります。ですので、スマートフォンを操作して、 購入申請をして、セブンイレブンでバーコードを出してですね、決済していただくっていった形になりまして、先ほどね、ちょっと私やってきたんですけども、ご自宅でね、申請までやって、支払いだけセブンイレブンで利用していただくっていう、そういった形になります。で、キャンペーンの内容ね、詳しく見ていきたいなと思うんですけども、キャンペーン登録期間中にセブンイレブンでスマホプリペイド EV ビザ E ギフトを1万円から10万円購入後、本キャンペーンサイトからご登録いただいていくと、500円分のビザ E ギフトがもらえる。当キャンペーンプレゼントコードのご利用期間は、 2024年11月30日23時59分までです。期間を過ぎてのご利用はできませんのでご注意くださいということで、こちらはね、1万円以上購入していただくと500円分のビザイーギフトが後からね、もらえちゃうっていった形になります。で、キャンペーンの期間は先ほど言いましたんでいいですね。で、キャンペーンの実施期間はセブンイレブン各店舗、キャンペーンの対象期間はスマホプリペイドのビザイーギフトっていう風になりまして、こちらね、バニラビザもこれ同じ会社なのかな はい。バニラビザと同じ会社なんですけども、このバニラビザっていうね、物理カードのポサもあるんですけども、今回のキャンペーンはスマホプリペイドのビザ E ギフトになりますんでね、この点ご注意ください。まあ、そういった感じになりまして、キャンペーンの登録方法なんですけども、こちらのリンクからタップしていただいて、商品種類を選択して、バーコードを表示、レジに行って、バーコードを提示して支払いっていう感じですね。で、スマホ上でコードを受け取って、完了でキャンペーンにアクセスして、 え、登録していただいて、必要事項を登録して完了です。で、注意が必要なのは、こちらね、支払いの時にね、レシートを確実に持って帰ってきて、 くださいで、お一人様何度でもご登録いただけますということで、これはもうね、100万でも突っ込みたいって方ね、いらっしゃると思うんですけども、こちらね、アクセスするとこういった画面が出ます。必ずご確認くださいということで、本キャンペーンは個人の利用目的で購入されるお客様を対象としたキャンペーンであり、ご購入本人による登録に制限させていただきます。え主催者が購入状況から個人の範囲を超えると合理的に判断した場合、転売業務等でのご利用目的とした購入とみなし、キャンペーン の得点付与を対象外とさせていただきますということで。 こちらを確認したボタンを押さないと、こちらのね、あの画面に来れないようになっておりますので、こちらのキャンペーンに関しては、ご自身でですね、個人の範囲を超えないっていうのをね、判断していただいて、利用ね、していただければなぁと思います。まあ制限がなかったらですね、私もね、あのスイカ使いますんで、この e ビザギフトってスイカにチャージできますんで、まあ3万円とかね、もうちょっといっちゃおうかな、みたいな感じで、ね、最初ね、思ったんですけども、まあこういった警告も出ますので、こちらはね、自己責任で、 個人の利用範囲を超えないようにね、利用していただければなと。 思います。ま、あこういった感じでですね、1 0万円購入していただくと、500円分5%還元でね、利用することができちゃうキャンペーンが来ておりますので、これはね、めちゃくちゃいいですよね。ぜひね、アメックスの決済使用されている方は、えー、おすすめっていただきになります。で、チャージルートのおさらいなんですけども、見飽きている方はね、ほとんどだと思うんですけども、えー、今回に関しては、アメックスからチャージしていただく場合、アメックスから a u ペイプリペイド a u プリペイドからアップルペイで7個で7個。 ここでセブンイレブンでイ、e、ーギフトのバーコードをレジで出して7個で支払いしていただくとここの還元はないんですけどもこちらがもらえるということで1万円購入していただくと後で500円分がもらえるっていった形になりますでこのね注意していただきたいのはアメックスからこの au ペイプリペイドっていうのはまずね5万円までしかチャージできないっていう点と0.5%還元ということで200円で1ポイントアメックスゴールドプリファードの場合は200円で1ポイントっていうふうになりますんで この点ご注意ください。まあ他のポイントもね、基本的に100円で3ポイント貯まるものに関しては200円で3ポイントっていう風になります。まあこちらはね、還元が減ってしまうっていう部分がございますので、 アメックスのゴールドプリファードで決済使用されている方は、100円で1ポイント換算でですね、100万円の利用分の1万ポイント、え、表示されていると思うんですけども、そちらのポイントがね、半減してしまいますので、この点ご注意ください。まあ、半減はしてしまうんですけども、ここで0.5%取れて、またね、1万円購入していただければ、500円分取れるっていう風になりますんで、ま、10万買ったら5000円っていうところですよね。まあ、個人のね、範囲を超えるっていうのが、一体どこまでなのかっていうね、これ楽天バリアブルになってますね、すいません。 このね、個人のね、範囲っていうのはどこら辺なのかっていうのは正直ね、全然わかんないんですけども、こちらね、皆さんが自己判断でね、これぐらいだったらいいだろうっていうのをですね、見越してね、利用していただければなと思います。いや、これはね、本当にすごいですよね。しかも、 何回でも一応利用することができるっていうふうにね、公式サイトルに書いてありますんでね。これはね、本当にいいですよね。はい、ということで、こちらの方にですね、画面を映していただいて、まずですね、この evisa g i f をインターネット上でね、購入申請をして、そこでバーコードが表示されますんで、それを持って、 セブンイレブンのレジにね、行っていただきます。私はね、もう購入が済んでおりますので、ちょっと先ほどね、撮ったスクリーンショットでね、説明させていただきます。ということで、行きましょう。はい、まずですね、こちらの、えー、サイトにですね、アクセスしていただいて、こちらのサイトは概要欄に載せておきます。ビザ E ギフトですね、500円から10万円っていうのはね、表示されていると思いますけども、こちらをね、カートに入れていただきます。 そうするとですね、こちら詐欺にご注意くださいということで、こういった表示が出ますので、次へをクリックしていただきます。そうするとですね、メールアドレスを入れる画面が出ますので、メールアドレスを入れていただきます。同じメールアドレスを2回入れていただく感じですね。こちらに購入後のメールが届きますので、こちらね、間違えないようにしてください。そうするとですね、こういった感じでバーコードが表示されますので、こちらのバーコードをセブンイレブンのレジに行って支払いね、していただきます。ですので、 あの、特にね、お店で何かのものを取ってレジに行くのではなくて、このスマホを持って、スマホをレジに見せて、こちらくださいって言って、会計していただきます。で、その際に先ほどのチャージルートでチャージしていただいた7個でね、支払いをね、していただきます。こちらね、先ほど実際に私行ってやってきましたけども、7個でね、購入することができますので、先ほどのチャージルートでね、チャージして利用することができるっていう風になります。 それではですね、実際に購入が完了いたしました。ここからですね、実際に登録ね、やっていきたいなと思います。登録した。 メールアドレスにですね、今ね、表示している、こういったね、メールが届きますので、こちらをね、チェックしてください。こちらね、あの、メールが来てない方は、迷惑メールに振り分けられる可能性があるみたいですので、こちらね、迷惑メールも合わせてね、確認してください。で、こちらには、ピンコードっていうのはね、記載されておりますね。で、このピンコードを、えー、コピーしていただいて、専用サイトはこちらをね、クリックしていただきます。そうすると、えー、ヴ、えー、ビザギフト、バニラビザのね、えー、ヴギフト、カード、 情報確認になりますんで、ギフトコードの15桁をね、入力していただきます。先ほどのね、ピン番号ですね、こちらに入れていただきます。次の画面に行くと、電話番号を入力してくださいということで、電話番号をね、入れていただきます。そうするとですね、認証番号を入力してくださいということで、こちらショートメールでね、来るみたいですので、ショートメールに来ているね、番号を入れていきます。 そうするとですね、えー、ビザギフト、バニラビザっていうのはね、表示されますので、こちらにね、カード番号であったり、あなたのビザ E ギフトのね、残高とかが表示されていくっていうふうになります。で、このね、バニラビザなんですけども、 3D 席はね、通っておりますので、スイカチャージにもね、利用することができますので、まあ利用先はですね、どこでもいいんですけども、えー、スイカとかですね、アマゾン、楽天とかね、こういったところで利用することができますので、まあここはね、お好きなところで利用ね、していただければなと思います。 はい。ということでえ、カードのね、取得まで来ましたよね。1万円分の e v ビザが今ね、手元にある状態になりましたよね。で、利用方法に関してなんですけども、こちらはね、一例で出ておりますけども、iTunes ストアであったり、ヤフーショッピングヨドバシ、アマゾン楽天、メルカリとか、まあ、カードのね、番号を入れるネット決済で、このね、e v ビザっていうのが、 e ビザ、ビスト、えー、い,いビザギフトですね。利用することができる。またね、3D 席は取っておりますので、まあ、先ほども言ったと思いますけれども、スイカチャージにもね、利用することができますので、こちらね、お好きなところで利用してください。こちらね、アマゾンが入っておりますので、検討つく方いらっしゃると思うんですけれども、国税を払う方に関しては、アマゾンギフト券ね、チャージしといていただければ、えー、お得にね、税金も国税に関してはね、支払うことができるっていう感じですね。で、次にですね、ちょっと前後して申し訳ないんですけれども、アップ アップルペイでね、入金される方はちょっとね、注意が必要で、アップルペイの7個っていうのは5万円までチャージすることができるんですよね。 できるんですけども、1日の上限はね、3万円までしかチャージすることができないんですよね。この iPhone のね、7個っていうのは、何枚かね、作ることができて、全部で何枚だったかなちょっと忘れてしまいましたけども、結構な枚数作れるんですよね。ですけども、1日あたりね、3万円までしかチャージすることができませんので、この点ね、ご注意ください。日を待たれば、えー、最大5万円までチャージすることができるっていう感じになります。まあ、いずれにしてもね、今回のキャンペーンに関しては、 何回かやる方はですね、1万円ずつね、購入していただかないと、こちらね、1万円買っても10万円買っても500円しかもらえないので、この点ね、ご注意ください。それではね、購入が完了したら、またこのページに戻ってきていただいて、登録はこちらですね。そうすると、えメールアドレス、確認用のメールアドレスね、入れていただいて、えこちらのスマホプリペイド EV ザギフトにしていただいて、こちらのレシートのね、この 番号ですねこれをこちらにね入力していただきますそれ以外はまあアンケートとかね入れていただいてこちらのチェックをしてこちらをチェックして上記の内容で登録するをねクリックしていただきます そうすると確認フォームが来ますので、下の方に行って内容を送信するですね。登録ありがとうございましたということで、登録メール、プレゼントメールを送付するまで、購入いただいた対象のレシートは必ずお手元の保管をお願いしますということで、レシートね、必ず手元にね、置いておきましょう。そうするとですね、メールの方にもご登録ありがとうございますということで、ちょっとこれにね、画像を載せておきますけども、登録のメールもね、飛んできますので、こちらで完了っていった形になります。 はい。ということで、今回ですね、ビザイーギフトを購入していただくと5%還元。まあ、1万円以上購入していただくと5%還元キャンペーンが来ましたので、実演解説で、ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、これはめちゃくちゃいいですね。ちょっと個人のね、利用できる範囲っていうのが、 まあちょっとどれまでね、オッケーなのかちょっとわからないですけども、まあ、こちらはですね、ご自身の判断でえ利用ね、していただければなと思います。まあ今回ね、アメックスのゴールドプリファードの話をさせていただきましたけども、ヒルトンアメックスもね、今新規入会キャンペーンやっておりますしえ、ヒルトンとかマリオットとかね、ここら辺のクレジットカードに関しては、決済仕様を詰めばですね、 ホテルのね、ステータスももらえちゃうっていう風になりますんで、まあ、今回のキャンペーンね、かなり早期終了がね、濃厚だと思いますので、まあ、個人的にはね、早めにやっていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画がに立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、p p 診断、マイル診断、マイルクエストョン、ポイントサイト診断ね、やっておりますので、こちらでね、無料で利用することできますので、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ